日常演劇の食歌日記にようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらマルコメンの麹甘酒濃度2倍を使って、ね、巨大ホットケーキを作ってみました。美味しそうなんですよ。ちょっとでかすぎてひっくり返すのにまだ苦労して、焦げが、まあ終わりよければ全てよしということにしてください。何の所在なんでしょうねこれ。それではチャンネル登録よろしくお願いします。途中で味変のためにこのチョコレートシロップとキャラメルシロップ業務スーパーで買ったものも用意してます。ちょっとまあさすがに持ち上げられないのでもうこのまま、なんかもうグダグダですけどいただきます。うん、甘酒だとまた違った味わいになるね。自作だとこういう風にアレンジできたり好みにできるのがいいね。その代わり手間はかなりかかるけど、うん、ちょっとあと憂鬱かも。甘酒で作ることによって牛乳で作った時よりももっちりしているようなそんな食感になりましたね。で甘さが広がって美味しかったんですが、自分は今回こちらのホットケーキミックスを使ったのですけど、ホットケーキミックスはもともと生地自体に甘さがあるので、もしかしたらなんですけどホットケーキミックスを使ういわゆる市販の薄力粉を使った方がより甘酒本来の甘さを感じることができたかもしれません。んー、そこちょっと失敗したかなっていう部分もちょっと今思っていますね。まあそういうのは後から気づいてもどうしようもないのですよ。で美味しくいただくことができましたので、甘酒のレシピの一環として皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。ただし本当焼きすぎと巨大化させすぎには注意してくださいね。本当苦戦して焦げるまあそれは自分の未熟さゆえなんですけどね。というわけで美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。もちろんこのまま、うん、飲んでも美味しいので飲んでみてもくださいね。あ、飲むのも方も動画投稿すればよかったかな。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。